爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は新藤克義さんを迎えてお送りします。新藤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。ベガルタ仙台対清水エスパルス、これが本日の対戦カードです。黄色いユニフォームがフィールドに出てきました。さあ、いよいよキックオフです。画面に向かって右にエンドを取った清水エスパルス、反対側左にエンドを取ったベガルタ仙台。ワンツー、岩本、斉藤、いいよ、スローインです。ここから棒を攻める、中へ放り込む、バレー、古賀、類いまれなキープ力、バレー、ヘッドでパスを送る、走り込んできた、放り込んできた、伊藤、ジャンプ、ワンツー、スペースを見つけた、キーパーこぼした、ワンツー、ここでワンツーシュート、チャンスですよ。小田、ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0、ここまで両チームとも無得点です。さあ、新藤さん、ここまでの試合どうご覧になりましたか？そうですね、ディフェンスラインにもっと意識を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。勇気あるプレーです。ジオス、ビエラ、シュッ、ゴール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 、アンビリバブルゴール。ベガルタ先制点を挙げました。さあ、もう後半10分が経過しました。スローインです。
ガヤ。オリバ。キーパーが指示を出しています。ボールが宙をさまよう。シュートはセーブ。藤吉。ふわっと上げる。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。合わせた。サポートが遅いですよ。いいよ。ここで折り返す。シュート。セービング。ヘッドでつなぐ。バロン。気迫あふれるプレーですね。ワンツー。渡辺。藤吉。ディープシュートだ。ちゃんと狙って打ってほしい。選手の交代です。岩本。いいよ。これはゴールキック。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。ベガルタ仙台、耐え抜いた末の貴重な1点で勝利を得ました。さて、新藤さんに試合を振り返っていただきましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は新藤克義さんを迎えてお送りいたしました。新藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。